Ciao tutti! Buongiorno! 皆さんこんにちは。前回の動画からね、もう4ヶ月も経ってしまいました。前回エピソード17では、術後半年経過して、やっとテニスを始めたところでしたね。まだね、体幹のひねりっていうのを使えなくて、おっかなびっくり、手でそーっと打っていた様子をご覧いただいたと思いますけども、今回はあれから4ヶ月経過して、私が今テニスどんな感じで楽しめているか、そしてまた体がね、どのぐらい動かせているかということをご覧いただければというふうに思います。またね、途中で少しそのテニスみたいなスポーツ、上半身のひねり戻し、上半身下半身のねじりですね、こういった動きが発生するスポーツ、腰椎の手術の後怖くないですかという声がね、当然あると思いますけども、その辺について、背骨の構造をご覧いただきながら、また私の実体験に基づいたことをですね、コメントを加えながらお話しできればなというふうに思います。それでは行ってみましょう。 Let's get rolling。私のテニス仲間、丸岡さんです。昨年12月の手術前、最後の練習をお付き合いくださいました。また今年の6月のテニス復帰の時もお付き合いくださいました。埼玉県三郷市のコートでの丸岡さんとのマンツーマンの練習風景をご覧ください。丸岡さんとのロングラリーです。少し緩いペースのラリーでしたら、こんな感じで、続けることができるようになりました。初中級の私と違って試合に出て活躍している上級の丸岡さんですが、ありがたいことに以前からずっと一緒に練習のお付き合いをしてくださっています。今三郷のテニスコートで上手な丸岡さんと、練習をしてもらいました。マンツーマンで、かなりいい汗流しました。丸岡さんの前のエピソードでも出ていただきましたけども、私の、術後半年目 のテニスの復帰セレモニーですね、お付き合いくださって、でずっと私のその順調な回復ぶりを、見てくださってます。丸岡さんの目から見て私の回復ぶりどんな感じでしょう。予想以上に順調に来てるなって思いますね。まあ、春はやっぱりね、まだちょっとこわごわという部分もありましたけど、まあ、今日なんかは本当に足も動き、しっかり振り切るようなね、回転する意識があって、本当に、まあ、術前とあまり変わらないような、いい動きになってきてると思います。わあ、めっちゃ嬉しいです。はい。はい、まあ、このまんま、はい、このペースを維持していただいて、はい、来年は、よりお互い、レベルアップできるように、頑張りたいと思います。はい。はい、上手な丸岡さんに、そんな風なコメントをいただいて、本当にね、嬉しく思ってます。また、時々お付き合いくださいますか。はい、ぜひぜひ、よろしくお願いします。はい。頑張りましょう。はい。丸岡さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。すがすがしい秋晴れの流山市のテニスコートに来ています。いよいよゲームにチャレンジします。ゲーム復帰の最初のサーブ、いいのが入ってラッキーなスタートとなりました。最初のリターンをギクシャクしながらもなんとか返せました。この日はダブルスゲームに復帰できてめちゃめちゃ嬉しかったですね。前衛に立った時のポジションとか、チャンスボールが来た時の狙いどころなど、ゲーム感が鈍ってしまっていたので、思うようにいかないことがたくさんありました。これから徐々にそういったポイントの取り方をもう一度体に覚えさせ、テニ
店ライフを楽しんでいきたいと思います。これまでやってきた基礎練習とは違い、ゲームになりますと突然予想外のボールが飛んできたり、逆を突かれて瞬時に逆方向に体の動きを反転させなければならないことも出てきます。またバックステップしながらのジャンプショットなど転倒のリスクも出てくるかと思います。激しく転倒すると脊椎に固定してあるプレートやボルト、ケージといった大切なものがずれたり外れたりする可能性があるとのことですので、怖いですね。無我夢中でボールを追いかけるとそういう状況になってしまうかもしれないので、どこかで自分をセーブしておかなければなりませんね。そういった恐怖心が全くないとは言えませんが、それを上回るだけの魅力がこのスポーツにはあります。そしてこの日も素晴らしいテニス仲間たちと、心地よいひとときを過ごせました。ありがとうございました。今日一緒にテニスをゲーム私復帰したので、復帰戦をお付き合いくださっている仲間の方たちです。中林さん、ありがとうございます。引き続き練習頑張って続けてください。ありがとうございます。大野さん、いつも練習ありがとうございます。ありがとうございます。大野です。怪我したかちょっと思えないような雰囲気で感心してます。よろしくお願いします。ありがとうございます。渡辺さん、今日ありがとうございます。ありがとうございます。手術乗り越えて復帰したということで、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。すごいいい方今日集まっていただいてもう最高のゲーム復帰です。テニスはゴルフと同じで上半身と下半身のひねりが入るスポーツです。当然腰椎にかなり強いねじれが生じているように見えて、腰椎の術後には怖いなって思う方いらっしゃいますよね。私のテニスの動画をご覧になって、術後にそんなに体をねじっていいのって心配になるのではないかと思います。でも実は上半身と下半身をねじっているとき腰椎はあまりねじれてませんよっていうのが事実のようです。この件に関しましては多くの方がネットで説明を加えています。概要欄にリンクを貼っておきますので参考にしてください。その中でも特に凌介伊藤さんの YouTube はとっても分かりやすいです。ぜひご覧になってください。これらのデータに基づいて、体幹の回線、上半身と下半身のねじれについてコメントしますと、例えば上半身下半身が80度ねじれたとき、腰椎が受け持っているのはたった5度程度だということです。あとの75度は胸椎と股関節が受け持っているというのです。もう少し詳しく言うと、胸椎が35度、股関節が40度ぐらい受け持っているそうです。驚きですよね。私はてっきり腰椎がねじれの角度の半分以上を受け持っているのではないかなと思っていました。腰椎が思ったほど改善していないという事実は、私は自分の経験でもそう思います。最近になって、つまり術後10ヶ月くらい経過した時点では、上半身下半身のひねりは体感的に手術前と同じくらいやってるように思います。しかし腰椎や足の痛みなど悪い現象は全く起きていません。新たなしびれもありません。まあ長期間見ていかなければ本当のことは分かりませんので、またいずれご報告しますね。いずれにしても上半身のひねりを出したいときには胸椎や股関節の柔軟性の方が重要ですので、これらのストレッチを十分行うことが大切だと思っています。また強くひねらずに良いボールを打てるに越したことはありませんので、腕をムチのようにしならせる動きなどを意識していくことも大切だと思っています。以上から私が考えていることとしては、手術した腰椎に一旦骨融合が完成してしまえば、つまり術後10ヶ月程度順調に経過していれば、もちろん強くねじることはやらない方が良いとは思いますが、ほどほどのねじれに関してはそんなに心配することはないんじゃないかなということです。最後のシーンではやっぱりこの方に登場していただきたいと思います。6、7年前からのテニス仲間、藤井さんです。藤井さんにも術後6ヶ月でテニスに復帰した時にこのセレモニーに付き合っていただきました。それ以来時々藤井さんと練習をして、
私のこの復帰の様子を近くでご覧いただいています。また私のあのテニスラケットのストリングですね、これを毎回丁寧に張り替えてくださっています。今回ご覧いただきますのは東京都足立区の荒川河川敷テニスコートですね。ここで藤井さんが主催しましたテニスのダブルスゲームの会ですね、ここに参加させていただきました。その時のビデオです。やっぱりテニスのゲームは楽しいですね。いいショットが決まってポイントを取れた時の爽快感といいますかね、あるいはペアとの相性がバッチリ合ってですね、コンビネーションでポイントが取れた時、ダブルスの醍醐味だと思うんですけども、そういった喜びを味わうためにテニスをやっていると言っても過言ではないかと思います。藤井さん、ありがとうございました。今日はありがとうございました。すみません、まだゲーム慣れしてなくて。いえいえ、はい、でも復帰してすごい楽しくやってます。復帰戦で練習したのはあれ何月でしたっけ？6月の終わりですかね。そこから4ヶ月ですね、はい、もう十分こうやってみんなとはテニスできるようになって、まだまだロブとかねオーバーしちゃったり。いやいや、でもみんなとね、はい、十分な互角に戦えるから。あ、すいません、はい、またぜひこれからも継続してやっていきましょう、はい。復帰の練習1回目付き合ってもらったので、ね、はい、本当にそれも印象に残ってて、はい、視聴者の方からコメントいっぱいもらってます。あ、本当ですか。いやいや、ちょっとなんか2人並ぶと怖いっていうのがありました。帽子かぶってました。そんな感じですかね。はい、はい、ありがとうございます。これからも一緒に行きましょう。はい、またありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さて皆さん、いかがでしたでしょうか。術後10ヶ月経過して、テニスがどんな感じで楽しめているか、また体がねどのぐらい動かせているか、上半身下半身のひねりがある程度使えているということ、この辺も含めてご覧いただけたんじゃないかなというふうに思います。ここまで来れたのも、たくさんの方々のおかげです。特にねリハビリテーションなしではここまで来れなかったっていうのは本当に明らかなことで、そういう意味ではね地道なリハビリテーションが非常に重要だというふうに思っています。ということで、次回エピソード19では術後10ヶ月目あたりのリハビリテーションがどんな感じで行われているか、この辺のところを専門の理学療法士の小堀さんに登場していただきまして、解説を加えながらご覧いただければなというふうに思っています。最後までご視聴ありがとうございました。今回はこの辺で失礼します。シベリアモトゥティ、una buona giornata. Ciao, ciao. Ciao.